プロレス春の最強戦士決定トーナメントニュージャパンカップ、今夜の舞台は岡山県。いよいよ赤コーナー中地選手、2回戦ラスト2試合、3点指導リップアリーナ岡山大会、新日本プロレスワールド生中継でお送りいたします。おお、ショルダータックルも先手を取りました。中島優斗です。まあ、中島優斗はもともとはニュージーランド道場出身で、現在ノルウェー道場、はい、いろんなことがあります。さあ、トークはどうだ。あー、すごい蹴りだ。だが火がついたか、中島優斗やられながらも歯を食いしばる、立ち上がろうとしています。これを掴んだ、掴んだ。さあどうする、ここからです。よろしい、さすがアーロン・フィナーレ、許さない。わずかなチャンスに望みをつなぎたい。ランニングエルボーカット、フィナーレ選手も向かって、今度は中島がアーロン・フィナーレをコーナーに追い込んでいく。いや、いいエルボーク、重いっすよ。上から打ち下ろす、まさに叩き潰すような中島のエルボー連発。さらにコーナーホイップ、やったバックエルボー、捕まえてヒップトス、すごい音がした。さらにはボディースラム、タッグチーム名ヤングブラッドの2人です。中島優斗、中島優斗もね、2023年結果を出すんだとずっとずっともがいていました。後輩の藤田選手、大岩選手がですね、過去に活躍行ってる中で、何かという気持ちあるでしょうから。そうですよね。さあ、気合企画で西野に襲いかかっていきます。中島優斗です。絶対流れてなければ相手が何来るかも予想しながら、プロレスラーになる前、本当にもうかけがえのない財産、それが今につながってますね。中島優斗がカウントリーク、すごいカバーでしょうか、すごいカバー、ぐっと足を上げて、はい、パワーを見せつけてきます。そしてジャングデビガサベを狙いにいきます。ホストクラブです。腰を落とします。腰を落とします。でもプッシュアップが早いですね、やっぱり。これを潰せるか、片相撲のエルボー追いかけていく、体の使い方、打ち方ですよね。はい、そしてもう一発、両手でさらに行く、もう一度ライオンサルト、ケンザだ、ケンザ行ったか、行ったか、取ったかどうか。ここは返しました、まだあるぞ。腕を掴んで、ここから逆さ抑え込み、どうだ、これも返しんだ、今度は横から、今度は横から再びかける、どうだ、ここも返していきました。そうですね、変な風にひねくれて、ちょっとね。